An-124 ルスラーAn-124 An-124 から100ルスラーAn-124 ルスラーはソビエト連邦のアントノフ設計局が開発した輸送機であり、量産された機体としては世界最大のものである。ウクライナやロシアでは前述したルスラーンの愛称で親しまれている一方、北大西洋条約機構がつけたNATO コードネームはコンドルであった。また、An-124 をベースに開発された輸送機として、An-225 ムリーヤがある。ソ連では、高バイパス非大出力、ターボファンエンジンの開発が、西側諸国より遅れていた。1970年代後半に、エンジンの開発が成功したことにより、アメリカ合衆国の C-5 ギャラクシー級を目指した。大型輸送機の開発が行われるようになった。An-124 は An-22 の後継機として開発され、前任機より大きな輸送力とより優れた飛行性能を持っていた。設計作業は1971年に開始され、製造施設の建設は1973年に始まった。最初の機体は1979年に製造が開始され、1982年に初飛行を行った。西側へは1985年のパリ航空ショーで披露され、1986年にはアエロフロートロシア航空などへの納入が開始された。1992年にはロシア連邦航空委員会がAn-124 から100に民間形式証明を付与した。生産はソビエト連邦の崩壊によって一時的に中断されたが、その後も低い生産率で2004年まで生産が続けられ、56機が生産された。2000年以降、ウクライナのキエフにあるアビアアントキエフ国立航空機工場とアビアスタル SP では既存のAn-124 から100をAn-124 から 100M に近代化改修する作業が行われている。この型では、西側製の新型電子機器を搭載し、搭乗員を広報士と通信士を省いた4名に削減した。他にもいくつか改修型が計画されており、その中にはエンジンを西側製のゼネラルエレクトリック CF6 に変更した An-124 から130というモデルも存在する。生産は2004年で終了したが、ロシアは、国内のアビアスタル SP での生産再開を画策し、2008年にウクライナとの間で第3四半期にAn-124 から100の生産を再開することで合意した。2009年に否定されたものの、2009年後半にメドベージェフ大統領によりAn-124 から300の生産再開が命ぜられた。しかし、これは2013年1月18日に撤回された。しかし、これも撤回され、同年8月に合意に達したと報道が行われた。しかし、これは、ウクライナ危機によって、再び頓挫した。コックピットAn-124 は、実用輸送機としては、世界最大であり、その最大ペイロードは150トンにも及び、C-5A 輸送機よりも 25% 大きい。機体はトリム抵抗を減少させるために性的安定性への余裕を低くするように設計された。軽量化のため機体の表面積の1500平方メートルには複合材が多用され、2000kg の軽量化を達成している。冗長性確保のためすべてのシステムは予備化されている。主翼は高い空力効率と航続距離を得るために比較的厚い 12% の翼厚を持つ高体超臨界翼となっている。配置は軍用輸送機では一般的な高翼配置であるが、軍用ジェット輸送機としては珍しく水平尾翼は T 字ではなく通常配置である。エンジンは EU チェンコ設計局によって開発されたD-18T ターボファンエンジンで主翼下に4機搭載している。操縦装置は油圧バックアップを備えたフライバイワイヤ方式でコックピットには6名の搭乗員が座り、その後部にある上部デッキには88人分の座席を取り付けられる。胴体の前後にカーゴドアを備えた貨物室には重量物を扱うために 3000kg 容量の2連ウィンチと 10000kg 容量の可動式クレーン2機を備える。貨物室の大きさは約 36.44.4 メートルで C-5 の貨物室 36.915.79 4.09 メートルより 20% 大きい。貨物室内は与圧されているが、空挺部隊を運ぶことをあまり考慮していないため限定的なものである。着陸装置は高い強度を持ち、前線の不整地での着陸も可能である。主脚は貨物積み下ろし時に機首上げ、下げ姿勢が取れるように脚中を縮めることができる。なお、機首下げ時前足はひねることなく、前方に格納される機構であることを利用し半格納位置となる。現在では、旅客機ベースの輸送機では対応できない、超大型貨物の運搬機としても活用されており、ソビエト連邦の崩壊後は、西側諸国でも、その大搭載量を利用したビジネスが活発である。超大型輸送機はあまり種類がないことから、一時は、西側の航空会社でも、イギリスのヘビーリフト航空などが運航していた時期があった。日本では、1999年に広島電鉄5000系電車の輸送や2003年に自衛隊イラク派遣の物資輸送を請け負ったほか、2011年には福島第一原子力発電所事故における注水活動に使う70メートル級コンクリートポンプ車をドイツから輸送したなどの実績がある。また、不整地での優れた離着陸能力を生かし、南極などへ物資を運ぶ際にも使用されている。その他、パキスタンへの国際緊急援助活動において、陸上自衛隊の CH-47 を運搬するなど、災害救助のためのヘリコプター輸送においても、その輸送能力が活用されている。2014年末頃からは、B787 増産に伴い、製造拠点のある愛知県と、米国、シアトル間での貨物需要増大に対して、ボーイング社の自社製貨物機 B747LCF の輸送力が追いつかなくなったこともあり、ボルガドニエプル航空の保有する An-124 が国際チャーター貨物便として中部国際空港へ頻繁に飛来している。アメリカ合衆国では NASA がロケットや人工衛星、国際宇宙ステーションのコンポーネント輸送に利用する。ほか、アメリカ軍も物資輸送のためにチャーターすることがあり、日本国内の在日米軍基地への飛来も時折観察されている。また、人工衛星の輸送はアメリカに限らず、欧州やロシアなどでも多数の実績があり、三菱電機製の人工衛星を他国の射場へ輸送するために、日本の空港へ飛来するケースもある。ロシア空軍は2010年に保有する22機をオーバーホール後An-124 から 100M-150 にアップグレードすることを決定し、2014年12月2日までに6機のアップグレードを完了している。ロシアでは2014年の2016年にかけて、さらに5機のアップグレードを実施した。2016年には1機、2017年には2機をアップグレードする予定である。アップグレードはウクライナではなくウリヤノフスクにあるアビアスタル SP によって行われている。同社はアビアントと共にAn-124 を生産した企業の一つで、ロシア国内におけるメンテナンスを行っている。しかし、An-124 はウクライナ危機によって製造元のアントノフのサポートを得られなくなっており、安全性に影を落としている。そのため、ロシアでは、後継機として2016年からペイロード80トン級の超大型輸送機、Il-106L マークの開発を開始する予定で、2024年の量産開始を見込んでいる。2015年11月27日には、搭載する D-18T エンジンが設計、生産ともに、ウクライナでありロシア国内での運用に難があるため、2019年までにエンジンを国産の NK-2 3D で代替することが発表された。ボルガドニエプル航空の An-124-100 愛称のルスラーンはアレクサンドル・プーシキンの書いた詩、ルスランとリュドミラや、それをもとにウクライナと関係の深いミハイル・グリーンカが作曲をした同名のオペラの主人公の名前が愛称の由来であるとも言われるが、これらの作品の元になった昔話の主人公である騎士の名に由来を求める方が普通である。キエフ大公国時代を舞台とするこの説話では、悪魔にさらわれた太后の娘、リュドミーラを助け出し、騎士ルスラーンは姫との結婚を勝ち取る。なお、ルスラーンは、ウクライナ人やロシア人などの一般的な男性の名前で、トルコ語系の名前と言われており、ロシア語風に直すと、レフとなる。現代でも多く見られる名前であり、獅子を意味する。一方、リュドミーラは、女性の名前で、スラブ系の名前であり、人々に愛されるなどを意味する。こちらも、現代も多く見られる名前である。An-124 から100 An-124 から 100M-150 事故により4機がこれまでに失われており、運用中の機体は52機である。26機を運用中である。ロシア空軍のAn-124 ソビエト連邦ロシアボルガドニエプル航空のAn-124-100リビアアラブエアカーゴのAn-124 から100 2013年の段階で合計26機が民間用として運用されている。出典、antonov.com 初言性能。ありがとうございます。